何を作ろう。これにしよう。頑張るよ。任せ。はいよ。わかりました。どれにしよう。始めましょう。できた。よし、これをセットして。じゃあみんな配置につこう。みんなの方はどう？こちらチーム B、 配置につきました。ねえ、本当にこれやんないとダメ？ダメだよ、こういうのは形から入らないと。まあいいけど。星崎さんノリノリですね。なんだろう、こういう変なことが好きなんだよね、星崎さんって。こちらチーム C、 異常ありません。本当にこれでゆずちゃんと会えるのかな。まあなるようになるでしょう。それに私一個心当たりがあるんだ。教室へと入っていきました。逃げ道を塞ぎつつ突入します。確保！ユズ！ユズ、ようやく会えた。あなた、なんで私の名前を。まさかユズさんも記憶喪失なの？例外はないってことか。今は落ち込んでる場合じゃない。ユズ、あなたに伝えなきゃいけないことがある。ライムを助けに来た。ライムの名前までってことは、まさか私たちと関わりのある人物なの？あなたたち二人に直接言われたの。私の心の世界、心トープでライムを助けに来た、そう伝えてほしいって。記憶を失う前の私がメッセージを残したんだ。ライムのことまで知っている以上、信用しないわけにはいかない。あなた、名前は？白井ひな子。ひな子、ありがとう、ひな子。そして星崎青、あなたのことはまだ何もわからないけど、一旦保留にする。私が知っていることを話す必要がある。みんな今から。ちょっと待って。何？私からも一つ確認しなきゃいけないことがある。私たちの食料、つまみ食いしてたのってユズでしょ？だから私たちの食料、最近やけに減りが早いと思ったんだよ。さっき言ってたのこれか。それ今する話？大切でしょ、食べ物は。それは美味しそうだったからつい。働かざる者、ベカラス。ごめんなさい。
まあまあ、いろいろ教えてくれるっていうし、それが代金ってことでいいんじゃない？仕方ない、許す。許すんですね。その代わり、これからはちゃんと私たちにも協力してよ。はい。じゃあ改めて、みんな屋上に集まってほしい。まずはここが、この世界が何なのかを話す必要がある。そう、それが一番気になってたんだよ。ここは世界の崩壊からみんなを守るために作られたシェルター、一時避難場所だよ。世界の崩壊？そう、何らかの理由で、もともと私たちが住んでいた世界は危機に瀕していた。それって例のハイデってこと？わからない。私も元の世界の記憶はなくて、あなたたちが知らないこの世界の情報をいくつか知っている、それだけ。そっか、今は私のことも覚えてないんだ。なんでユズさんはそれを知ってるの？簡単な話、この世界は私とライムが作ったものだから。ユズたちって神様だったの？説明すると長くなるけど、魂の管理者くらいに思ってもらえればいい。魂の管理者？あなたたちリフレクターは指輪を通して私たちが管理する世界とつながっていた。私たちはそれを通して記憶と引き換えに、あなたたちの周りに球場の壁を作った。そうして出来上がったのがこの世界。宇宙に浮かぶ雫のような小さな世界。雫のような世界。雫世界か、いい名前。その雫世界で私たちは生きているの。それってつまり、世界に灰が降って人類が滅びかけた。それを知ったユズさんたちがヤバいと思って、私たちリフレクターを集めて壁の中にかくまった。さっきのクラックがその壁が割れたってことを意味するなら、外の世界にはあんなヤバそうな怪物がうようよ歩いてるってこと？今あなたたちの持っている情報と照らし合わせると、それが一番自然に思える。この世界も無限に維持し続けられるわけじゃない。均衡が崩れれば消え去ってしまう可能性はある。それこそさっきのクラックのようなことがあれば。いつまでもここに留まってるわけにもいかないってことか。でもただ外に出るだけじゃダメなんでしょ？肺を止めるとかしないと生きていけないんじゃ。安全に元の世界に戻るにはどうすればいいか、私も一人でずっと考えていた。でも私は雫世界の創造主としてあなたたちを守る義務もある。これまでは極力リスクを避けて一人で行動してきたけど、クラックのような事態が起きている以上、リスクを回避し続けることも厳しいかもしれない。協力しようよ。私たちも元の世界に戻りたいのは同じだからさ。わかった。
みんな、ついてきて。これから、心トープに行く。誰の心トープに行くの？私たち。私たち？今から、私と、ライムの心トープに行く。それじゃあ、行こう。みんな、離れないで。ここが、ユズさんたちの心トープ。そもそも、二人で一つの心トープっていうのが特殊だね。この心トープは今、機能不全に陥ってる。モンスターが出ることはない。機能不全って？この先に進めばわかる。これって。ライム！さっき、この雫世界は私たちが作ったと話したと思う。うん。正確にはあなたたちリフレクターの力を借りて私とライムが維持管理をしている。私たちの？リフレクターの力はすなわち思いの力。何かを思う強い感情のエネルギーが力になる。そして得てしてそれはリフレクターが持つ大切な思い出に結びついている。なるほど。大切な思い出を借りる。だから記憶がなくなってるのか。そういうこと。ライムはその思いの力を管理して世界を維持するため意識の大部分を使っている。その結果として休眠状態にある。そんなライムは死んじゃってるわけじゃないんだよね。うん、安心して、死んではいない。ただ雫世界を維持し続ける必要がある限り目覚めることもできない。なら一刻も早く外の世界で生きる方法を見つけないと。でもそんな方法どうすれば。世界が危機に陥った真実を解き明かして安全な場所を見つけ出すしかない。真実を解き明かす。この世界にはまだ合流できていないリフレクターがいる。ついさっきまでずっと寝てるのか起きてるのかわからないような状態だったから。そういえば私もそうでした。突然意識がはっきりして、そしたら皆さんがいて。そのリフレクターを全員ここに集めて記憶を取り戻す。そしてみんなが持ってる断片的な記憶を集めて元の世界で何が起きたのかを明らかにする。なぜ灰が降ったのか、クラックから出てきた敵は何なのか、元の世界は今どうなっているのか。それを知らないことには何も始まらない。原因がわからないと解決のしようがないもんね。でもどうやって集めればいいの？春日さんや白井さんがどうしてここに来たのか未だによく分かってないのに。思いが重なるものを用意して、みんなが学校に集まるのはみんな
学校に強い思いがあるから、その学校に残されたリフレクターと思いが重なるものを用意して、さらにつながりを強めればいい。秘密基地やカフェがそのつながりってやつだったのかな。じゃあ今後もいろんなものを作ればいいんだ。まあ言ってしまえばそういうこと。そんな簡単な話じゃないと思うけどな。当然いろいろ疑問も残ってると思う。私も全ては説明しきれていない。それにさっきも言ったけど、石橋を叩いて渡るだけの余裕はもうない。だからこれからは私も協力できることは協力する。わからないことがあったら聞いて。あ、じゃあフリスペ教えてよ。え、連絡取れた方が便利ですもんね。それはそうだけど。ほら。に来た人はみんな入るって言ってたけど、まあそういうこともあるんじゃ。こうして追加すればいいから問題なし。それもそっか。今後のことを考えないといけないし、一旦学校に戻ろっか。原種？うん、私は何体もの原種と戦った。思い出せたのはそれくらいかな。原種ってそもそも何なの？世界の管理者候補みたいなものだと思う。一番強い原種が世界の管理者になれるんだって。当時管理者だった原種は人間を一つに融合しようとしてて、最後はそれを止めるために戦ったんだ。何それ、やっぱ神様の考えることは分かんないな。私が原種と戦ったことって灰が降ったことと関係あるのかな。どう、ゆずさん。あると、理屈づけることはできる。例えばひな子が言うように、原種がこの世界の管理者だったとするならば、管理者を倒してしまって世界が管理されなくなったからおかしくなったとか。なるほどね。どうしたの、青ちゃん。いや、コールドスリープ説は違ったかって思ってさ。私みたいな凡人の想像力じゃ及びもつかない領域の話になってきちゃったよ。でも結構いい線いってたんじゃない？実際はコールドスリープじゃなくて肺からの隔離だったわけだけど。でもどうして私たちなんだろうね。え？自分で言うのもなんだけど、世界のピンチを私たちみたいな学生がどうにかできるとは思えないよ。雫世界に入るならもっとふさわしい人がいるはず。肺の専門家とか。何か理由があると思うのです。私たちじゃないといけない理由が。
単純にこういう場所は他にいくつもあって、たまたまここには私たちしかいないのかも。記憶を取り戻していけばいつか答えにたどり着くんじゃないかな。そうだね。とはいえどうしましょう。記憶を取り戻すと言ってもヒントがない状態ですが。記憶を刺激するものがないか地道に探していくしかない。まだ心トープが出てない人もいるよね。それを出す方法を探すっていうのもありかも。何か方法はあるかな。ダメだ、思い浮かばない。勇気は何か浮かんだ？ふんふんふん、もちろんだよ。記憶を刺激するなら今こそ学校魔改造計画再再始動の時。それ金城さんが楽しみたいだけでしょ。そんなことないよ。でも何が記憶を刺激するかわからないですし、もしかしたらそれで何か思い出せるかも。さあほら、みんなアイデア出して。レナも欲しいものない？張り切ってるな、勇気。そうだ、これだ。ね、でもそうだ。そうだな。よし。
いや、もうなのです。え、よし。何を作ろう。よし、ココロ？上出来上出来。よし、オッケー。なのです。何を作ろう。これ作ろう。頑張るよ。はーい、任せ。頑張ります。どれを、どの材料を使う。よし、できます。どれにしようかな。また何かできたんだ。どれにしようかな。今日はこれの気分。頑張るよ。カッカッ、もうか。どれにしよう。どれを使おう。君、どれにしましょう。よし、できま。どれにしようかな。
何を作ろう。